はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、ガシマワリでございます。はい、ということで本日は、現在、鹿島サポーターの中で話題になりつつある e スポーツ、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。はい、で、今日はこちら議題が e スポーツって何ということでございます。はい、で、まず、ことの次第というのはこちらですね。鹿島アントラーズにウェブナスリ選手が加入ということからスタートしております。はい、でもうすでに世界大会始まっているところでございますけれども、こちらのウェブナスリ選手ですね、どういう方かというと、もうものすごい強い、FIFA というね、サッカーゲームの選手でございます。はい。で、今世界大会に出ていらっしゃるんですね。はい。で、こちらの模様の詳しいところっていうのは、概要欄に貼っておきますので、ウェブナスリ選手のね、情報とかも貼っておきますので、ぜひそちらも見ていただければいいかなというふうに思うんですけれども、こちらですね、もうすでに、試合が始まっていて、大会自体も始まっていて、試合等々が生放送で配信されていたということで、一応その動画も残っていますので、ぜひともね、皆さん見ていただけると、よりこう、感じやすいかと思うんですけれども、はい、こちら。そもそもゲームがなぜスポーツになっているのっていうところからお話をしていきたいなというふうに思います。はい。で、e スポーツですね、こちら。e スポーツ、じゃあこれってなんて意味なのかっていうと、エレクトリカルスポーツでございます。要するに、まあ、電子機器を使ってのスポーツということで、まあ、ゲームをスポーツ競技と定義をすることによって、この e スポーツという、新しいスポーツの形ですね、こちらが、発展してきたと。いうようなことでございます。はい。要するに、まあ、ゲームなのかスポーツなのか、ゲームがスポーツになったというふうに思っていただければいいのかなと思います。そもそも、まあ、ゲームっていうのはどちらかといえば楽しむようなイメージが非常に大きく、趣味の方がこうね、なんていうかこう、趣味で楽しむっていうようなイメージが強いのかもしれないんですけれども、それが競技化していくと。要するに、スポーツで大会とかで勝ち上がるためにゲームをするっていうようなイメージですね。これが発展してきているよということでございます。で、これもまた規模もすごくて、その世界大会とかで優勝すれば億超えです。賞金が億超えです。っていう、そういう、もう競技になりつつあると。まあ、スポンサーも集まりますし、まあ、そもそもその、ゲームをね、発信しているコンテンツというか会社がございますよね、企業がね。がございますので、そこから出てくるその賞金ですね。もちろんそれっていうのは、まあ、世界的に認められていて、それが知名度につながっていて、注目されている。だからこそ、そのコンテンツに対してスポンサーがつくわけですし、それをこう、イベントを開催することができるということでございます。ですので、かなり今、注目されているもの、全世界で注目されている。で、変な話、インターネットで繋がりますから、全世界で共通したものをできるわけになってるわけですよね。インターネットの普及によって、昔以上に全世界にこのゲームが広がっていく。この形式っていうものが、やはりこの争う土壌というか、自分の後実力をこう、比べていきやすいというか、っていうのも含めて、スポーツという形になって、今流行り出したよと。いや、もう流行り出したよとか、これはもうはっきり言って世界はもうどうやら十分流行っているようです。はい。日本がちょっと遅れてるのかもしれないですね。ちょっとというかかなりかな。遅れているようなイメージでございます。で、これもちょっとネットで調べました。はい。で、まあ概要欄の方見ていただければいいかと思うんですけども、この影響力。要するに、じゃあなんで賞金億超えだったりだとか、例えばプレイヤーでもプロプレイヤーでも億超えをこう契約しているプロプレイヤーとかもいらっしゃるんですって、世界にも。あと日本にもいらっしゃるようでございます。まあもちろんこの、ウェブナスリ選手も、鹿島アントラーズに加入ということで契約しています。プロ選手ですから、おいくらかはかなりもらっているはずなんですね。で、ユニフォームも着て世界大会に出てるわけですから結構な影響力があると。じゃあどのくらい影響力があるのかというと、今 e スポーツの人口というのは世界に1億人以上いるそうです。で、
さらに言えばそれをこう視聴する、要するにそれを見る人がいなければスポンサーは集まりません。お金は発生しません。そこに影響力は発生しません。見る人はその4倍、4億円、4億人ぐらいいるそうです。約4億人ぐらい見ているそうです。はい。だからそのぐらいの規模のスポーツになってきていると。そのぐらいの競技人口とそのぐらいに興味を持っている人がいると。であれば、そこに対して生まれてくるニーズというものがかなり出てくるので、スポンサーがついてくると。で、それが大会として大きなイベントとして、できていくから、こういう形で e スポーツというものが、こう、ジャンルが確立されてきたということですね。で、じゃあ、やっぱり日本ではやっぱこう、まだまだ、ね、変な話、自分自身もそこまで大きな認知をしてなかったですし、皆さんもそうだと思うんですけど、じゃあどういう形なのかっていうと、日本では今390万人がこの e スポーツをやっています。で、見る人は160万人だということでございますので、要するにかなり世界から劣っている、そしてやる人は多くても見る興味がある人が少ないという状況。この状況であればどうしても日本では、そこまでの大会っていうか、そういうでかいもののイベントっていうのはなかなかできないよね。おそらく、まあ、注目されているゲームだとかにこう偏りがあったりだとかっていうことが起こっているのではないかというようなところの印象でございますけれども、これはまたまね、これから見ていく段階で検証していかなければならない部分なのかもしれないし、ということで、まあ、いわゆるプロゲーマーと言われている人たちがいるということでございます。で、もうここまで来るとプロゲーマーというよりは本当に一アスリートのような形ですよね。うん。で、今回彼はその FIFA というサッカーのゲームをやって世界大会に出ていますよ。で、そのサッカーという関連のところでカシマントラーズがオファーを出しているよと。そこにカシマントラーズという名前がついた人が出ているという、多大な影響力が出てるわけですよね。だからここで契約をしましたよと。そういうことでございます。はい。で、じゃあどんなものがあるのか。そう、これ誰にでもチャンスがあります。正直ここの e スポーツっていうのは、まあ、もちろん集中力とか体力とかどう考えても1日に5試合ゲームを真剣勝負をするっていうところだと、どうしてもやっぱり体力面も精神力もないとできないので、まあ、もちろんちょっとこうその辺っていうのは若い方がもしかしたらいいのかもしれないですけれども、そうは言っても走ったりとかする体力って衰えますけど、知力とかそういったものっていうのは、例えばね、将棋とかでもかなり年齢の上の人が強かったりとかしますよね。なのでこれからの時代誰にでもチャンスがあると。じゃあどういうジャンルのものがあるのか。まずパズルゲームだとかスポーツ、もちろんね、サッカーもそうですし、野球もそうですし、そういったものもありますし、あとはシューティングゲームもそう、格闘ゲームもそう、レースゲームもそう、カードゲームもそう、戦略ゲームもそう、こんな感じになってくるので、かなりいろんなジャンルがあります。だからあなたの得意なゲームがもしかしたらそれを極めると、この e スポーツという形でものすごい賞金の出る大会に出られるかもしれないです。頑張れば今からという夢もあると。うん、そういう夢のあるスポーツに今なってきているところでございます。はい。で、なんとオリンピック競技にもなるんじゃないかというような話がね、ちょっと前にも出ていましたけれども、まあこれはね、いろいろとこう難しいものがあるので、もしかしたらワールドカップみたいなものが開かれたりとか、まとめてそういうイベントが開かれたりとかっていう、スルーしていく可能性はあるとは思いますし、このインターネットの社会なんで、今その競技人口が1億人で見る人が4億人というような状況ではありますけれども、これが一気に爆発的に増える可能性っていうのはもうすごい秘めてるわけですよ、このインターネット時代なんで。もっともっと、もしかしたら1年後2年後3年後で今よりも全然状況が変わっていくもの、コンテンツになっていくのだと思われます。はい。ですので、うん、もし興味がある方はぜひ見ていただけるといいと思います。まず見ることからスタート。特に日本はそのやる人口よりも見る人口の方が少ないわけですから、この見る人口が増えていかない限りは規模として大きくなっていかないんで、もし興味のある方はもうどんどん見ていただければまずはいいと思います。もちろんやらなくてもいいと思いますし、あとはその例えばぷよぷよとかもあるんですよ。
世界大会として、e スポーツの大会として。だから、こう、昔、懐かしい気持ちをこう持ったまんま、見ることができるゲームがあったりだとか、例えば僕なんかが小学校の時にものすごくグランツーリスモってすごい流行ったんですけど、グランツーリスモってレースゲームが、今その発展してきたものが、発展してきたっていうかその媒体ね、機器が新しくなってきますから、よりリアルになってきた、それが今世界大会になっていたりとかしてるわけなんで、これをこう見ていく、その懐かしいゲームを見ることによって自分の中にあったその昔やってたな、楽しかったなっていうのでまたこうやる人が増えていったりだとかっていうことにもつながると思いますし、そういった意味ではまずその見るというところに興味を持っていただくこと、これがすごく大事なんじゃないのかなというふうに個人的には思っていますので、今後も特にこのねウェブナスリ選手のところに関してはかなりこう注目して見ていきたいなと、鹿島アントラーズですしね、思いますし、まあ、FIFA に関しても、今ちょっとゲームはねウイールアプリ始めましたけど、ゲームの媒体その PS4 の媒体で、こうあれをねFIFA をやろうというふうには思っていたところだったので、すごくその辺のところは興味が湧きましたし、ああすごいなと、こんな技術あるんだというような感じで見させていただきましたので、今後とも追っていきたいコンテンツの一つになっていくのかなというふうに思います。はい、まあまあまあそんなところで、ちょっと今回急にこう調べまして、本当に付け焼き場の知識で大変申し訳ないんですけれども、まあ、貸し回りもこんな感じですし、詳しい方にお話聞きながらとか、これから皆さんも一緒に、興味がある方ね、この e スポーツとか、ウェブナスリ選手とか、FIFA とかに興味があって、その辺のところにこれから知っていきたいよって人は、一緒にぜひ、勉強していきましょう。学んでいきましょう。うん。で、一緒に楽しんでいきましょう。少しずつ少しずつね。うん。というふうに思います。貸し回りも、ババッとした知識しか持っていないんで、もしかしたら間違っていることもあるかもしれないですし、その辺はご指摘いただければいいかなとは思いますけれども、ぜひね、一緒にこの e スポーツを見るという目を養っていきたいなと思いますので、ぜひとも皆さん一緒に見ていきましょう。はい、それでは本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、おつまわり。